はい、今日は小谷城に登ろうと思います。まずはこちらの、小谷城戦国歴史資料館の方に見学しまして、その後あちらこちらのあの山かな、あっちの山の方に登っていきたいと思います。これから、小谷山の方登っていきたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。登山道の入り口ですね。眺望が開けてます。こちらが板昌跡ですね。大馬屋ということで、本丸まであと少しみたいです。
僕は、小谷山の山頂ですね。494メートル。では、小谷山から別のルートを通って下山しようと思います。今日は、小谷城を登ってきました。まあ、尾根に沿っていろいろ城跡が残っていて、とても見応えがある城でした。はい、では今日はこれで終わりです。お疲れ様でした。